ただいまですね、宇宙ステーションはインド洋の上空にあります。これから北上して日本列島を撮影してまいります。シンガポール明るいですね。はい、シンガポール明るいです。古川さん、日本を撮るというのはやっぱりシンガポールあたりからがちょうどいいんですか？はい、10分ぐらい前からもスタンバイして準備をして待ってるんですね。シンガポールから10分で日本なんですね。はい、すぐ着いてしまいます。そういう時代が来るかもしれないですね。あれは、中国の南です。香港と広州の明かりが雲を下から照らしてるんですね。いきなりちょっと切れてます。台湾もそう見えてきました。台湾の北に見える光、これは魚を取る漁船の明かり、イサリビです。海岸じゃないんですよね、すごい。あんなところに陸地があったかなと思うんですけども。そうですね、あそこはね。それがイサリビが点々と続いてる。なるほど、陸地と間違いますよね、イサリビって。いうことはすぐ沖縄来ますね。矢印、小さな点は沖縄です。匂いが出てきたのかね。いよいよですね、日本縦断の旅のスタートです。沖縄来ました。那覇。あれ、イサリビなのね。あっちでもこっちでも雷が見えるんですね。ピカピカと。そうですね、たくさん光ってますね。はい、で向こう側に上海が見えてます。はい、上海の光が雲に反映してるみたいですね。通ってくるんですね。雲がありますね、あそこ。もうすっごい明るいですよね。だとしたら雲あってあれぐらいだったら。でもね、やっぱこれだけ撮れるってのはすごいことですよ。綺麗だな。窓の枠が見えましたね。九州に入ってきました。そこ、あ、なるほど。ああ、そうか、こういう形か。全部入ってますね、九州の。こうなってる。鹿児島、宮崎。鹿児島だから。なんとなく九州の形が分かります。分かりますね。分かります。やっぱ沿岸部に光が集まるんですか？沿岸部に町って町があるんですよ。なるほど。はい。これ関門海峡ですね、あれね。そうですね。両方分かるじゃないですか。本当だ。下関も分かる。あ、本当だ。あれ真ん中がね、山脈あたり。四国も見えるし、あ、四国か。結構真ん中が瀬戸内海ですよね。すごい。あれがね、広島ですかね、あの明かり。そうでしょう。すごい光。広島っぽいですね、あの辺。広島、はい。高松。いやでもやっぱり。中国に比べると日本って狭いのにこんだけ明るいんですね。輪郭を縁取るように光ってますね。本当ですね。そうするとあれがやっぱ大阪。大阪だ。大阪ひときわ明るいですね。大阪明るい。大阪恐るべしだな。なんかパワーを感じますね、あの光から。日本列島すっかりわかりますもん、だって。本当ですね。ああ、そこが若い。神戸は埠頭が見えますかね。あ、見えますね。あれピコッと見えますよ、ほら。本当だ。はあ。そうか。あ、でも点滅してるような感じですよね、あれ。そう、うん。なんだか光っても点滅してます。チカチカしてますね。大阪のところも点滅してます。点滅もわかる。大阪の真ん中あたりに黒い筋が見えるのは淀川なんですか。川だ。淀川。川はやっぱり黒いんですね。川にはそう光がないですよね。川でもあるよほど大きくないとね。あの大阪の真ん中に一番明るいとこがあるのはあれ御堂筋ですかね。その辺ですかね。そうですね。銀座みたいな。南とかの辺とかじゃないですかね。南の繁華街。名古屋。名古屋。
名古屋のそばにはあのセントレア中部国際空港もありますよね。それで名古屋が岐阜で、はい、岐阜の左下のところが琵琶湖でしょ。で金沢、富山。もうすぐうちだ。どこですか？千葉です。千葉もうちょっと遠いじゃないですか。静岡とか行ってないんで。もうちょっとです。待ってください。でも東北地方も見えてきた。これさんとお客さんの話が広がってますので。そうですか、お客さんの話が。日本の真ん中あたりですか？甲府があそこってことは、新潟あそこってことは、ちょっとこうなって、ちょっと上に日本は弓状になってる、うん、そうですね。右下、東京来ましたね。そう、東京ですかね。東京右下ですか、これ、かなり今端っこに、あの辺り東京ですね、はい、まだ端なのにすごいね。宇都宮、あれ千葉新一とこうなってます。千葉も今に出てきますから。ありがとうございます。千葉今日はすいませんけど行かないんですけど。見たい千葉。ちょっと窓が変わる。うわー。千葉が千葉、綺麗に見える。うちこの辺です。私んちこの辺かもしれない。今いるとこどこですか？東京じゃないですか？東京です。東京の今さしてる先のちょっと左ですね。ここら辺ですか？はい、渋谷ですから。渋谷です。違いますよ、宇宙ステーション。あ、そうですね。今いるとこ。ダメだダメだ、ごめんなさい。すごい向こうまで一続きに見える。わあ綺麗だ。斜めになって。今度は違う。これ日本海ね。そうですね。斜め上が北海道ですね。はい。これ仙台、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 仙台。はい、私の実家です。ああ、海岸線が。これは2011年の10月に撮影された映像ですので、はい、あの震災からは半年以上経っていますね。半年でこんな明るいんです。南川とかあるところですよ。小川この辺ですね。小勝とかね、はい、七浦とか。ああ、仙台明るい。あれ、これなんだ。これはですね、日本海側から東北地方を見てるんですよ。青森、じゃあのマサカリ型の下北とか見えるんでしょうか。下北なんて見えてきましたね。北海道綺麗。綺麗ですね。札幌です、あの明るい。そうそうそう、あ、ミサリビ。ミサリビでしょうね。そうですね、函館の釧路の向こうやなんかはミサリビですよね。うわ、そうです。今日は、この日はなんか雲が少ないですね。綺麗に海岸線が、
あの北海道の大地をですね、よーく見ていただくと小さな丸い光が移動していくんですよ。移動してるじゃん。どこですか。大地を光が移動していくんですが、石狩川だとかですね。 あれですね、今、はい、下側に映ってる、はい、石狩川、北海道の水面に丸い月が映ってるんですね。どれ、どこ、どこ、すごい、のあそこ、あそこ、月だ。そちらです、これ、これ、ほら、これ消えちゃう、はい、あ、これ、これちょっと戻して。あ これです、これです。あ、これ、これ、綺麗。はぁ、本当だ。これ古川さん、すぐ月だって分かりました。ええ、あの分かりました。この川とか湖の面に綺麗に映って、そうですね、ちょうどいい。わ、綺麗だ。動いていくんですね。そうですね。海は映らないんですか。海は見ててください。はい、川は映ってましたよね。川とか湖は映るんですけど、今もう少しで海に出るんですよね。海に出ますね。どうかしら。海に出ると、もう今海に出る。出てこない。残念ながら水面が多分あの平らじゃないんで、波立ってると映らない。綺麗に見えないんだと思います。川の水は穏やかだったんですね。